こんにちは文教区立第6中学校教諭の堀米と申しますすよろししくお願いいたしますまず、本校の研究の背景についてですけれども、生徒自身が自分の意見を持って発表するという活動はできているものの、その意見に対して深め合ったり、広げたりということが難しく、また、その機会も少ないと生徒、教員双方で感じているという現状がありました。 ここから思考力や表現力を活性化させるための手段として言語活動に注目して研究を進めていくことにしてまいりました出発にあたってでは学校としての育てたい能力これをですね思考力表現力主体性の3つの柱としてまとめ確認してまいりましたまた全教員が実践を進めるにあたっての 意識すべきポイントををまままとめこれを周知ししてまいりました次に実際に全体からですね各教科の検討を進めるにあたりましては本校アドバイザーである信州大学教授の村松先生よりアドバイスをいただきながら教科の本質的な思考から問い直す活動を実施しています。 まいりまして検討すべき方向性というものをより明確にして検討に当たってまいりました実践にあたっては効果的効率的な ICT の工夫学んだ内容を見通すワークシートの工夫学習形態や題材設定など話し合い活動の工夫というように三つの軸を設定していつもの授業にプラスワン これを合言葉に授業の見直しに当たってまいりましたこれら昨年度の取り組みや成果の一部は文教区の中学校教育研究会や東京教師道場の公開授業としても合わせて外部へ発信してまいりましたここでは一つの例といたしまして音楽と技術でコラボレーションした授業実践の事例をごらご紹介いたします こちらはですねグループで CM 作成という実社会のミニ体験を通して生徒同士が広め深め合う学習の例となっております一つのテーマに沿ってそれぞれの授業で話し合いを重ねて成果を出すことで音楽技術双方で育てたい本質的な思考というものをより効果的に身につけてもらおうと取り組みを続けてまいりました えー、せっかくですので、えー、ここでですね、えー、生徒の作品を一つご覧いただきたいと思いますみんな買ってね まあこのように紙芝居風に仕立てた CM の例だったんですけれども他にも動画形式のものもあったりします生徒からはこのような活動を通してテーマをいろいろな角度から検討できた働かない人がいて困ったといったようにグループでの活動することの利点そして難しさというものについての感想が寄せられましたまたそれぞれの得意分野で力を発揮することができたといったような解決に向けた工夫についても見ることができました その他全教員が実施している校内研修の授業であるプラスワン授業この例として理科においてはですね実験結果のまとめと発表というものがあります。ここでは生徒自身が機器を扱い効率的にまとめて効果的に伝えるための ICT の工夫について取り上げられていました。 美術では作品鑑賞の授業において印象をグループ内で意見交換するだけではなくて作品から読み取った様子これをセリフ付きの寸劇にして全体に発表することでさらに作品を深め解釈を広め深め合う活動が行われていましたこれらプラスワン授業については授業を実施した教員に対してフィードバックを行っております また授業の都合により参観できない教員もおりますのでその場合でも事前に配布された資料を参照してコメントを返すことでより多くの視点から授業の改善を行おうというような取り組みを行っております今後についてはさらに授業実践それからグループ協議等を進めてまいりまして成果をまとめていきたい生徒の力を高めていきたいというふうに考えております 本校の授業公開については、2月6日を予定しておりますので、皆さんのご来ご来校をお待ちしております。以上で本校の中間成果報告を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。